日本大阪府大阪市天皇塾市も、寺町下寺町は、大阪府大阪市天皇塾の町名。現行行政地名は、下寺町一丁目及び下寺町二丁目。大阪市天皇塾の西部に位置する、松山町筋の東に面した、南北約1.3キロメートルの細長い町。学園坂が一丁目と二丁目の境界となる。東は、生玉町。 生玉寺町、夕日が丘町、霊人町、西は松山地筋を挟んで中央区高津、何は区か寺、北は生玉町、南は大阪とそれぞれ接する。大阪市内でも有数の仏教寺院集積地となっており、愛前座海北はほとんどが寺院となっている。上町大地の再六に位置するため、地域一帯には坂道が多く、 天王寺七坂の内大阪を除く6つの坂は、東町に存在する。愛禅坂以南となる2丁目南半は、松山町筋西川の何は区下寺三丁目とともに、オートバイ販売店が集中しており、バイク通りと呼ばれることがある。2年に1回4月の第1日に、下寺町の寺寺では、何は人形芝居フェスティバルが開催される。大阪の神語。 松平忠明による大阪城下の復興の際に城下に点在していた浄土新州以外の仏教寺院を大阪城の南側及び天馬の北縁に移転させ寺町群が形成されたそのうち最も南西に形成された寺町が下寺町で上町大地の再六に位置することから西寺町とも呼ばれた下寺町の寺院は 現在の松山地筋の東側に並んでおり、南端部にある炎上院、大成寺及び松山地筋の西側にあった、通貨寺は、下寺町には含まれない。江戸時代には、大阪城下の町人が、花見や散策に出かける場所として、大いに賑わったとされる。下寺町2019年3月31日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。